え、本セッションでは、失敗しないデータ活用基盤構築技術、え、学びを中心にした段階的アプローチということで、えっと、私、クラウドエス株式会社高野亮からお話しさせていただきます。え、まず私の簡単な自己紹介ですが、私、あの、都城高専っていう、あの、九州にある高専を卒業した後に富士通という会社に入りまして、え、以降ですね、IT に、 携わるお仕事として、まあフリーランスだったりとか、えっ、ー、と、まあ、吉見情報株式会社っていう、あの、Google App Engine の SI をやるような会社っていうのを経由しまして、えー、現在はですね、クラウド S で、えっ、ー、と、取締役 CTO ということで、えま、ーえー、様々な IT のプロジェクトとか、もしくはエンジニア組織の構築みたいなことをやっております。というわけで、早速本日のセッションの内容に入らせていただきたいと思います。 でまずですね、あの、本日は、データ活用に関するお話ということで、まずはこのデータ活用の重要性について、最初にお話をしたいなと思っています。で、データ活用については、何より、まずそのデータを使って最終的に意思決定をするということが必要ですが、この重要性っていうのが現代ではまあかなり増してきているというふうに考えています。で、特にですね、この様々な要因によって、 え、まあ、先行きがわからない状況が、さらに増してきていると。不確実性が増してきているというのが、今の状況かと思っています。特に、ここに書いているような4つのポイントですね。が、この不確実性っていうのを、さらに増大させるような、あの、要素になってきているだろうと思います。まず1つ目ですが、グローバル化、及び競争の激化ということで、 まあ国際的に、まあざまな企業だったり、もしくは経済、また国ですね。そういったものが繋がっていることによって、我々が解かないといけない問題っていうのが、まあ自分たちの問題だけでなくなってきてしまっているということが一つ大きなポイントかなと。で、さらにそういった問題を解決するためのサービスみたいなものも、国境をまたいで世界中で展開されるようになってきていて、 これもまた一つ、あの、我々の中で難しく、問題を難しくしてしまうポイントになっているというのが一つのポイントになります。次に、技術革新とデジタルトランスフォーメーションということで、AI、IoT をはじめとしたさまざまなテクノロジーの進化が、さらにスピードを上げて訪れているといった状況にあります。で、パブリッククラウドの登場もそうですが、さまざまな人,人々が あの、テクノロジーを便利に使うことができるようになったおかげで、えー、我々の産業構造にも非常に大きな変化がスピード感を持っておと訪れてきているというのが、この今の状況です。次に、えー、情報の氾濫ということで書かせていただきましたが、まあ、インターネット、SNS っていうのが、まあ、ある種当たり前のように使われるようになったことで、情報流通にかかるコストっていうのが非常に低減していると。 そのせいで、えー、まあ、非常によく良いこともあって、まあ、あらゆる情報に皆,皆さんが即座にアクセスできて、欲しい情報に手が届くっていうのは一つ良いところではあるんですが、一方で、たくさんの情報に溢れていて、まあ、どの情報が、を、まあ、信じればいいのか、まあ、質の良い,い情報は一体何なのか、そういったことがわからなくなってしまっているような状況っていうのも、あの、同時に起きていると。でさらに最近でいくと、先ほどあの話をした AI みたいなものを使った、 フェイクニュースみたいなものもやっぱり出てきているおせいで、えー、我々としても一体何を信じればいいのか何を、何を根拠にすればいいのかっていうのは非常に難しくなってきているということもあります。で最後に、企業の社会的責任ということで、えー、っと、SDGs であったりとか、えー、もしくはまあし、まあ、ここに書いてあるような、えー、環境問題とか社会問題だったりするような、そういったものに対して、まあ、企業がより一層、 社会的な責任を追求される、もしくは責,任責務として求められるというふうなあの考え方が一般化してきているということです。ですので、企業としてもただ利益を追求する、ユーザーの便益を追求するだけではなくて、えーまあ、世界中の環境問題、社会問題に対して一定の責任を持つということが、これまでよりさらに難しく、問題を難しくする要素になっていると。まあ、こういったこともあって、まあ、我々、 現、現在は、あの、ざまな、えっ、ー、と、ビジネスだったりとか、社会的活動っていうのが、えー、正解を求めるのもすごく難しくなってきているといった状況があるかなというふうに考えています。で、さらに、そういった状況の中で、や,や問題をさらにややこしくするのが、その、いわゆる、いわゆる直感の、あの、妥当性みたいなものが、徐々に、こう、失われてきつつあるのではないかと、そういったことです。で、直感っていうのは、 えっと大概の場合、まあ、正しくてかつ非常にコストがまあ小さいで、まあ、直感どおりに物事を進めれば大体のことは成功するっていうのがこれまでの時代だったのかなと思います特に非常に経験や知識が豊富な人たち人々の直感ですね優秀な経営者の直感みたいなものは、えーまあ、非常にコストをかけずに大体のシーンで正しい方向に物事を導くことができるんだということです ただ一方でそういったことってのは基本的にはこの場の物理みたいなものが安定しているという前提が必要でつまり A 地点から B 地点にこれまでのまあ同じ速度で物事が走っていればまああと数秒で C 地点にたどり着くってことがまあ大体想像可能なわけですがこれってのは場の物理が安定しているからこそ成り立つという話ですがただ現代ってのはだいぶその物理みたいなものが乱れてしまっていてこれまで通用してきた常識みたいなものが 全く通用しないみたいな、そういったケースもまあ往々にしてあるのかなというふうに思います。で、こういったケースにおいては、我々の直感みたいなものが非常にまあ誤った判断につながることというのがまあ増えてしまうんだろうということです。これってのは、つまり、本来まあ直感っていうのがまあ非常に柔軟性を持った判断に、意思決定に思われるんですが、こういった不確実な現代ですね。 その、いわゆる、これまでの常識が通用しなくなってきているような現代においては、当たり前ですが、こういった直感による意思決定というのが、かなり不安な意思決定になってしまうんだということです。でそこで、まあ、一つ、その直感みたいなものを補うことができる、まあ、対策の一つとして、まあ、データに基づいた意思決定という方法があるんじゃないかということです。 直感による、あの、まあ、意思決定というのが、やっぱり認知バイアスですね。自分たちの経験とか、実績みたいなものが、正しいと、やっぱり人間は思ってしまうので、その過去の成功体験みたいなものをベースに物事を考えてしまいがちですが、まあ、それが今後は、あの、同じように成功するとは限らないと。そういったケースにおいては、このデータに基づいた意思決定っていうのが、そういった、僕らの認知バイアスみたいなものを保管できるのではないかという、そういったことです。 で、データに基づいた意思決定をすることで、まあ、客観性だったり、再現性だったり、柔軟性みたいなものを得ることができるんじゃないかと、いうことです。<laughs> ただ、まあ、このデータに基づいた意思決定をするためには、まあ、データ活用のための、まあ、下地が必要ですねで。適切なデータが収集されて、それが整理され、分析され、えー、まあ、意思決定に生かすことができるような情報として、えー、まあ、消化ができると。そういった下地が、このデータに基づいた意思決定には必要であると。 で、我々はこういった、その意思決定をしたいがためにデータ分析基盤とかデータ活用基盤みたいなものを構築したいと思っているんだということです。<laughs> で詰まるところ、まあこれ何を言いたいかというと、まあ、こういった不確実な状況下においては、えー、我々の認知リソースってのを、まあいかにうまく使うかっていうのがまあ重要なんだということを言いたいわけです。で、つまり直感だけで物事が判断できない。 え、ために、まあ、あらゆる周囲の情報ってのは、てのを我々を、我々はそれを集めて、えー、判断をしたいわけですが、その周囲の情報ってのはもう多種多様で、あらゆる情報がその辺に転がっているので、どの情報を使えばいいのか、まあ、非常にわからないですと。で、通常の我々の認知リソースの、まあ、容量を超えて、判断を求められるケースもあるわけです。ということで、このデータ活用をして、えー、我々がやりたいことっていうのは、 まあ、我々の直感的な判断を助けるということも非常に重要ですし、さらに僕、我々の判断を下すための認知リソースを、まあ、効率的に使うために、その生データみたいなものから物事を、まあ、抽象化したり、もしくは必要な情報だけに圧縮したりして、我々の認知リソースみたいなものを効率的に使うんだというのが、ここでやりたいことだということです。というわけで、 ま、現代においては、あの、不確実性が増してきて、データ活用みたいなものが、より一層重要になってくると。つまりデータを元にした意思決定というものが、ま、より重要になってきているという中で、テクノロジーの進歩、進化っていうのは、ま、非常に早く進んでいますと。で、それに対して、私が今問題意識を感じているのは、利用者がだいぶ取り残されていってるんではないかということですね。で、ここについてはちょっと簡単に今からお話ししてみたいなと思います。 で、先ほどデータ活用については、まあ、データ分析基盤とかデータ活用基盤といったような、まあ、データ活用の下地が必要だという話をしましたが、このデータ活用を支えるようなそういった基盤の歴史っていうのは、まあ、ざっくり、えーまあ、ここに書いているような歴史をたどっていると。で、最初はですね、最初期っていうのは、まあ、このデータ分析みたいなものは、まあ、限られた会社のみが使える、まあ、高価な装置として存在をしましたと。 導入に数億円かかって、運用にも数億円かかるような、まあ、高価な装置で、そういったところに、え、まあ、誰もが、そういった投資をできるようなわけではなかった、ということです。で、一方で、え、さらやや時を進めると、まあ、パブリッククラウドの登場ですね。で、まあ、我々クラウド S は Google クラウドを、まあ、主に取り扱ってるわけですが、まあ、Google クラウドの代表的な製品であるビッグクエリ、みたいなものをですね、フルマネージャーのデータウェアハウス。 だったりとか、マシンラーニング系の API、つまり AI みたいなものが非常に低コストで誰でも使えるようになってきたというのがこの二つ目の状況だとで。これによってデータ活用というのが急速に広がりましたと。まあ、誰でもデータ分析基盤を持ってデータ活用を始める下地を簡単に整えることができるようになったというふうに言えます。で次に、 え、まあ、起こったことが、まあ、一方でデータ活用は広まったんですが、で、やり始めることはできたんですが、なかなか上手に使えないよ、ということが起こって、そこではデータイネーブルメントみたいなものの重要性っていうのが増してきたんだ、ということです。でここでは、いわゆるデータガバナンスだったりアクセデータの、データへのアクセシビリティ、もしくはデータカタログといったような、まあ、データに対するメタデータのをつけて管理する方法みたいなものが、ここでは注目されている。 で、次にこのアジャイルなデータ活用ということで、まあ、データ活用について、まあ、データエネーブルメントを意識して、まあ、行うことができたとしても、今度は、中央集権的なデータ分析基盤といったものが、なかなか、えー、いわゆる反復的なデータ探索活動だったり、データ活用の活動っていうのを、足を引っ張ってしまう。ということが起きてきていて、えー、現、まあ、最新の問題領域としては、このデータの管理責任といったものを、 まあ各部署に戻して、移常して、で、まあそれぞれのデータ管理責任の中で、まあスピード感を持ってデータ活用及び改善を進めるんだというのが、このアジ r ルなデータ活用ということでのまあデータメッシュと言われるような問題領域が存在をするということです <laughs>。こういった問題領域はまあ非常に速いスピードで進化が進んでいて、で、なんだか相互に関連して 複雑に入り組んでしまったっていう状況になっているということです。で、こういった問題を、まあ、即座に、えー、っと理解して、それを、まあ、本当の意味で腹落ちさせた上で対応するっていうのは、まあ誰でもできることではないですよと。で、さらにこれっていうのが、まあ、専門家すらもなかなかついていけてない中で、組織、組織全体としてこういった要素を、まあ気にしながらデータ活用を進めるっていうのはかなり難しいような状況ですと。で、で結局のところなんか <laughs>、 データウェアハウスを作ってみたものの、なかなかデータ活用が進まないとか、で、えー、ってことで悩んでおれる企業様は多いのではないかなというふうに思います。で、さらにややこしく、物事をまたさらにややこしくしているのが、このリス,キリ,ングリスキリング問題というものがあって、特に日本においては、この人材不足とかスキル不足っていうものを、まあ、企業も個人も感じているにもかかわらず、なかなかリスキリングが進まないっていう実情があると。 でえ、こちらにちょっとグラフが出てますが、え経済産業省が出している、まあ、未来人材会議中間取りまとめ資料というところから抜粋をさせていただきましたが、4割以上の企業は、まあ、技術革新により必要となるスキル、今、これから必要になってくるだろうって思われるというスキルと、まあ、現在の従業員のスキルとの間にギャップがあると認識をしていて、もうすでにそれが、まあ、スキルギャップが顕在化して、 現場ではスキル不足になってるんだと思っている企業が、まあ、かなりの多数に及ぶんだと。まあ、そんな中で、企業は人にも投資せずに個人も学ばないといったような状況が、特に日本においては、<coughs> それが顕著に現れていると。いうのが、この右側の、まあ、グラフに表されていると。特に、人材投資、 みたいなもの。ま、OGT 以外の人材投資。つまり OGT ってのは、いわゆる既存業務上で学ぶということですけども、この OGT 以外の人材投資ってのが、全然できてないと。いうのが、ここで示されていることと、あと、個人学習ですね。個人学習も、まあ、日本では約半数の人が個人学習をしないと。答えているのが、ま、非常に特徴的であると。ということです。なので、 まあこういったデータ分析、データ活用の領域っていうのは、まあ進化が激しくて問題も複雑になってきているのに、えー、リスキリングも進まないし、進まない理由は、まあ企業も金を落とさないし、個人も勉強しないということで、えー、っと、非常に問題になっているんだということです。<laughs> ここで、えー、学び中心アプローチという言葉をちょっと考えてみたいなと思いますと。で、 そういったリスキリングが非常に難しくなってきている、難しい状況にあるっていう中で、この学び中心アプローチっていうのが非常に重要になるんではないかというふうに考えています。<laughs> で、これ何かと言いますと、基本的にはソフトウェア開発で、この学び中心アプローチっていうのは当たり前に広がっている領域でして、こういったものをデータ分析にも取り込めないかと考えているところです。 で例えばこのウォーターフォールとアジャイルっていうことをまず持ち出してみましたと。<laughs> でウォーターフォールとアジャイルっていうのは何が違うかというとまあウォーターフォールというのはある種 <laughs> 事前に、えー、そのシステムを作る際にまあどういったシステムであるべきかとかどういった機能を備えているべきかといったようなことを事前に要件定義等々走らせてまあどういった機能を作るべきかというのも設計をした上で その決まったことは、ま、変えずに戻らないっていう、そういった水の流れみたいなものを意識したシステム開発の仕組みであると。方法論であるっていうのがこのウォーターフォールです <laughs>。で、このウォーターフォールっていうのは、基本的には、その、その要件定義とか基本設計をする人たちっていうのが、初めからどんなシステムであるべきかっていうのを完全に理解しているっていう前提を置いた設計、 まあ、ものづくりの仕方になってしまっていますよと。で、こういったソフトウェアの作り方をしてきた結果として、まあ、歴史的に、このウォーターフォールの方式では、なかなかうまくシステムが作れないねと、いうことが、まあ、分かってきましたと。で、なぜかといえば、まあ、結局のところ人々が、その本当に欲しいシステムとか、本当に欲しいソフトウェアってのは、まあ、誰もわからないと。つまり、担当者もわからないし、システムを作るベンダーもわからないし、 エンジニアスらもわからないと。だから誰も本当に欲しいものはわからない中で、初めに何を作るかを全て決めてから作ろうっていうことに、そもそも無理があったんだということです。で、アジャイルっていうのは、まあそこに向き合ってですね、まあ結局誰も最初わかんないんだから、まあ少しずつ作りながらみんなで勉強していこうよと。で、勉強していった上で、本当にシステムに必要なものって何だとか、このシステムがどういうふうに人々とインタラクションすれば、 いいんだってことを、まあ、全員で学びながらシステムを作っていこうっていう、そういった考え方がアジャイルであると。で、これは、ま、ソフトウェアの開発の世界ではある種当たり前になっている考え方ではありますが、まあ、ここで、あの、一つの例としてはクラシックオーケストラとかジャズバンドみたいな、あの、まあ、例えでも説明可能かなと。で、まあ、クラシックオーケストラっていうのは、ま、基本的には、ま、本番ですね。本番の演奏のタイミングでは、 まあ、アドリブとか許に入らないわけですねで。事前に決められたスコアに沿って、指揮者がこういった風に演奏してほしい、こういった風に演奏してほしいって話を元にして、まあ、本番においた一発勝負、もうその通りに作ると。その通りに演奏するっていうのがこのクラシックオーケストラです。で、一方でジャズバンドっていうのは、あの、その場その場に応じて、で、本番においてすらもアドリブが入って、で、その場に必要な、 音とか、その場に必要なノリみたいなものを、まあ、実装するんだというのが、このジャズバンドと。で、これは非常に、ウォーターフォルとアジャルと、まあ、近しい考え方であるということが言えます。で、次の考え方ですが、このモノリスとマイクロサービスっていうものもちょっとご紹介したいと思います。これは、まあ、ソフトウェアアーキテクチャの、あの、一つの問題領域ですが、まあ、いろんな要求が、このソフトウェアに求められるときに、このソフトウェアを単一の、まあ、モノリスとして、 え、構築するのか、個別の要求ごとに責務を分けたマイクロサービスとして構築するのかっていうのが、このモノリスとマイクロサービスの問題であるということになります。で、ここで重要なことは何かというと、まあ、どち、どちらが、いわゆる探索的な活動を行えるのかということですね。で、要求 A を対応する、人たちが、このモノリスの世界観で、 じゃあ、この要求 A に対応する機能を洗練していこうって考えると、このモノリスの世界観においては、まあ、すべてが一枚岩で、あの、他の要求をあの実,実装しているもの、同じモノリスなので、その要求 A に対応するために、他の要求にも影響があるような変更を行わないといけないということになります。これは、つまり、ステークホルダーがまあ非常に増えてしまって、 何らかの変更を自分でしたいとか、ちょっとこれ試してみたいと思った時に、まあ、いろんなところと調整しないと試せなくなってしまうというのがこのモノリスの問題です。で、マイクロサービスにすると、基本的にはその自分自身で自分のマイクロサービスを管理していて、そのマイクロサービスの責任は自分にあるので、他に基本的に影響がないようなマイクロサービスに作られていれば、その要求に関して改善をすることは自分の中で、中だけで完結ができるんだと。 これが、いわゆる探索的なアプローチを助けることになるんだということです。で、このマイクロサービス的な考え方が、最近ではこのデータメッシュっていうことで、いわゆるデータの管理、まあ、管理主体みたいなものを、あの、どこかの部署が中央集権的に全てのデータを管理するみたいな形から、その、そのデータは、そのデータの発生元の部署だったり、もしくはそのデータを管理するべき部署に管理責任を移譲して、 で、そのデータを活用する業務みたいなものは、まあそういった、その、できるだけステークホルダーが少ない中で反復的に、探索的に、データ分析とか改善っていうのが行えるようにしましょうっていうのが、このデータメッシュという考え方ですと。なんで、この学びのための反復可能性みたいなものを、このデータメッシュみたいな考え方を通して、獲得しようとしているんだということですね。 で、さらに、このデータメッシュみたいな、そのデータの管理責任が、その個別バラバラに存在すると、えっ、ー、と、じゃあデータの統制はどうするんだとか、データの管理は誰が一体やるんだみたいな話が、やっぱり同時に出てくるので、これ中央集権的にやってた時には、できたものが、できなくなるように見えるんですが、そういったことに対応するために、データファブリックみたいな、いわゆるその個別にバラバラに存在するデータ要素、データ管理の要素みたいなものを、まあ一つの、<coughs> まあ風呂式みたいなもので包んで、 一括で管理できるような、まあ、ソリューションっていうのも同時に出てきてるんだと。なんで、このデータメッシュみたいなものも、実はこのマイクロサービスと同じように、できるだけステークホルダーを有限化して、<laughs> まあ、関係者との調整を減らして、なるべく自分たちだけで、物事が改善活動が進む、物事の改善活動を進められるような仕組みだということが言えます。で、今お話ししたような、まあ、ソフト、ウォーターホールとかアジアルとか、モノリスとか、マイクロサービスとか、まあ、データメッシュみたいなものっていうのは、 基本的には、まあ、我々が不完全であって、初めから全てのことを知ってるわけではなくってで、少しずつ学んでいきながら正しい正解にたどり着くんだっていうような、そういった考え方に、まあ基本的にはルーツがあるものですと。で、我々とは、すなわちそこで学びを得ながらゴールにたどり着かないといけないんだっていうのが、その前提になった考え方になっているということです。<laughs> なんで、こういったアプローチを取ることで、人々のリスキリングみたいなものをな何とか、こう、促進できないかっていうのが今日のアイディアになります。<laughs> ということで、今日のテーマである段階的なデータ活用ということで、学び重心アプローチを使って段階的なデータ活用を設計することで、何とか皆さんのリスキリングが進まないかっていうのをちょっと今日はお話ししてみたいと。 ということです。<laughs> で、先ほどお話ししたように、学びを中心としたアプローチというのは、まあ、トライアンドエラーですね。反復をして、えー、なるべく、その、まあ、我々自身が学びを得られるような形で、えー、物事を進めていくことで、最終的にゴールに早くたどり着けるんだっていう、そういった考え方ですと。そのためには、やっぱりトライアンドエラーですね。反復っていうのができなきゃいけないと。 ということで、この学び中心アプローチにおいては、この反復っていうのができるかどうかが非常に重要なことかなと考えています。で、この反復可能性、反復できること、反復可能性を獲得するためには、ここにあるような要素ってのが非常に重要であるということで、3つご紹介したいと思います。で1つは、この PDCA ループですね。この反復1回分ですね。つまり、計画して、トライして、 それを見直して、再度、あの、新しいアクションをするんだっていう、この PDCA ループにかかる、一回分のコストってのを、あの、下げることが重要であると。<laughs> で、このループの一回分のコストが大きいと、そもそも、その反復なんかしてる余裕がなくて、えー、っと、学習効率が悪いですと。<laughs> せめて、その、新しいことをやるときに、このループっていうのが何回も何回も回っていくようになっていかないと、学べないので、 その学ぶためには、この PDCA ループのコストってのを下げて、何度も回せるっていう前提がないと難しいよね、というのがこの一つ目の話です。で、ソフトウェアの世界で行けば、例えば CI とか CD みたいなものだったりとか、まあ自動のテストですね。自動テストみたいなものを使って、できるだけこのループってのを、まあ、お金をかけずに、人の時間をかけずに自動で行うってことが進んでますと。でそういったことがいわゆるアジャイル開発みたいなものを支えているんだということです。で、 データ分析に関しても全く同じだろうと思いますと。こういったあのループみたいなものをやる上でのコストってのを最小化する必要があるんじゃないかと。考えています。で、次にリスクの最小化と。で、こちらについては、つまり、ただ、我々がこうトライするってことはエラーも起きるので、我々がこう何らかの失敗をするって可能性が高いわけですと。で、そういった時に、まあ、小さな失敗を積み重ねて、その、まあ、本当にやっちゃいけないことを回避するってことが重要かなと考えています。 で、三つ目がコラボレーションの促進ということで、チームメンバーとか部門間で学んだことを共有しましょうっていうのがまず一つ。で、さらに、えっと、そのチーム内で、この反復ですね。この学びを、学びのための反復をする際に、チーム内で、その、基本的な問題を全て処理可能であるっていう状況が好ましいわけですと。 つまり何らかの問題が起きたときに、よ、よそに何,何かお願いしないと解決できないようでは、やっぱり時間がかかってしまうとか、コストが高くなってしまうとかってことが起こるので、まあ、ステークホルダーをなるべく取り込んで、内部で反復化できるな、なるってことが非常に重要かなと思います。ということで、こういったあの、反復可能性を得るために、こういった要素を、えー、っと、まあ、意識しておく必要があるよということです。で次に、えー、っと、段階的な業務設計についてですと。 <laughs> で、えっ、ー、と、先ほどあの、リスキリングが進まない実情っていうのをお話しましたが、あ,あれっていうのは、あの、o j t の外側のリスキリングの話をしていますと。で、o j t の外側のリスキリングって何かっていうと、要は既存業務の延長にないスキルを獲得するということですね。で、そういったことってのは、あの、まあ、やはり企業としても投資し,しづらいし、個人としてもなかなか学びづらいと。 いうのが実情です。つまり、なんかこれ本当に役に立つか分からないけど、自分、まあ自分の今の業務では使わないけど、なんか役に立つかもしれないから勉強しておこうって、まあ普通に考えて勉強しづらいですよね。<laughs> なんで、えっと、リスキリングする上で、自分の業務の延長にないスキルっていうのは非常に学びづらいんだと。ですんで、基本にこう、その、現状のスキルとリスキリング先のスキルっていうのに結構距離がある状態だと思いますと。ですので、この距離っていうのを、 できるだけ現状の業務から少しずつ、まあ、関連するような形、自分がその関連を認識できる形で最終的なリスキリング先にたどり着く必要があるということですね。そのためにはまあ段階的に、そのリスキリング先のス,、まあ、スキルセットに向けて、段階的に業務を設計して勉強を進める必要があるんだということです。で え、いかのような活動を通じて、え、業務を通じたリスキリングっていうのが、ま、実現できないかというふうに考えています。で、一つ目が、まずスキルギャップ分析ですね。で、つまり現状のスキルセットとか、いわゆる現状の業務で使うようなスキルセットみたいなものと、まあ、リスキリング先のスキルセットの、まずギャップっていうのが一体何なのか、それが近いのが遠いのかをまずしっかりと認識しましょうと。で、遠いんであれば、 おそらくですけど、そのリスキリングってのは、なかなか今の実情においては進まないんじゃないかということです。なんで、えっと、その遠,遠,遠ければ遠いほど、こういった段階的な業務設計は必要じゃないかというふうに考えます。で次に、えー、段階的かつ実践的な業務設計ということで、えー、っと、いわゆる OJT の延長で、えー、リスキリングができるような業務設計っていうのを段階的に設計する必要があるということです。 で、今の業務に、ちょっとプラスアルファして、え、学べるような要素っていうのを取り入れるということが重要かなと。で、3つ目がメンターコーチの活用ということで、で新しい、まあ、ことにチャレンジするわけなので、そういった際に、えっと、何らかの障害が起きると。なんか、これわかんないとか、これなんか変なエラー出ちゃったとか起こるわけなので、そういった時に、まあ、いつでも専門家とか、え、からのアドバイス、指導みたいなものが受けられる状況を作っておくと。 で、最後に、えー、それらを通して、まあ、得られた成果について、まあ、評価、フィードバックを、もらって、もしくは提供して、で、えー、学びの効果を最大化するんだと。<laughs> こういったことが、あの、できると、まあ、リスキリングっていうのも、あの、できるんじゃないかというふうに考えているところです。<laughs> で、今お話ししたような段階的なアプローチみたいなものを、じゃあ今回 Google クラウドで、 やるにはどうしたいんだっけっていうのをちょっと考えてみたのが、えっ、ー、と、今回4段階ですね。大きく4段階で考えてみましたと。<laughs> で、ステップ1はローカル活動で、Google スプレッドシートなんかを使って、まあ、表計算のソフトなんかをつか使って、まあ、ローカルにデータ分析活動をしてみま,ましょうと。<laughs> で、ステップ2ってのが、今度は、今度はビジュアライゼーションですね。で、ビジュアライゼーションしたものを、まあ、他の人たちに見てもらって、まあ、自慢するっていう。 コラボレーションっていうのをやってみるというのがこのステップ2。で、同時にこうデータウェアハウスっていうのを活用してみると。多分、あの、どこかで作られてると思いますんで、データウェアハウスみたいなものが。それを、あの、Google スプレッドシートを使って、そのデータウェアハウスのデータにアクセスしてみて、自分たちがこれまで使ったことのないデータを使ってみるんだっていうのがこのステップ2の段階。で、えー、ステップ3の段階っていうのは、 じゃあ、おそらく多分皆さんデータウェアハウスを使ってみたりすると、なんだかデータの意味とか用語とかわかんなくなってくると思うんで、データガバナンスとかデータイネーベルメントの重要性というのを感じて、実際にこれを試してみるというのがステップ3。で、最後はステップ4ということで、えーまあ、データメッシュとかデータファブリックと言われるような、いわゆるアジ r ルなデータ活用のためのデータガバナンスとか分散管理みたいなことにチャレンジすると。 これは結構高度な領域なので、まあ最終局面かなと。現状における最終局面かなというふうに思います。こういった学びの、まあ段階的な業務設計っていうのが必要かなと。じそれぞれどんな感じかっていうと、まあ、えっと、ここに書いて、ここにちょっと図を出してみましたけども、まあ、基本的には中央集権的データバイハウスを誰かが作っているでしょうという前提ですが、そこにおいて、まずは皆さんローカルなデータを使って、 まあ、データ分析活動をしましょうと。で、これがステップ1ですね。で、ステップ2、ステップ2では、このコネクティッドシータみたいなものを使って、データウェアハウスにアクセスしてみましょうとか。もしくは、ビジュアライゼーションにチャレンジして、その他のチームの人々に、このグラフを見てもらうとか、上司に見てもらうとか、そういったことをやってみましょうというのがこのステップ2ですね。まといったような、えー、っと、まあ、こういった構成でやるのがいいんだろうということですと。と で、ステップ4については、やや、わかりづらいので、別の図形にしてありますが、こちらちょっとまた後でご説明しますと。で、ちょっとそれぞれのステップについて簡単に、え、ちょっと先ほどご紹介しましたが、もうちょっとだけ踏み込んでお話ししますと。まず、ステップ1のローカル活動ですけれども、まあ、基本的にはこの表計算みたいなソフトを使って、まあ、身の回りに存在するデータを活用するというのが一番最初にやるべきことかなと思いますと。 で、こういったことを通してですね、周辺データの基本的な集計とか分析をすることで、まあデータを使って業務に何か活かす、データ、業務に活用ができるんだなってことをまず学ぶってことが重要かなと思います。で、次に、なんかその身の回りのデータですから、そのデータの品質みたいなものを、まあ少なくとも自前でどうにかできるわけですから、自前でデータ品質の確保活動ってのをしてみて、まあ雑然なデータを生前データにしてみたりとか、まあデータの抜け漏れを固定してみたりとか、そういったことをまあ体験することが重要かなと。 で、こういった活動を通して、あの、まあ、でも、この、やっぱスプレッドシートなので、まあ、ビジュアライゼーション弱いなとか、まあ、高度な分析のためには、この自分の手元にあるデータだけではダメだなみたいなことをこう、身をもって学んでもらう必要があると。で、これが学べると、次になんか、やっとビジュアライゼーションツール使ってみようかなって話になってくるんだと思いますと。なんで、こういった BI ツールみたいなものを使って、そのこれまで生だった表データみたいなものを、 消化のいいまあ、見て、分かりやすい情報に圧縮したり、変換したりするってことをやってみたいと。で、ここで大事なことは作ったグラフをみんなに使ってもらって、えー、っとみんなが使った結果、なんだかもう。変更もできなくなっていくっていう。そのみんなのものかってのを体験することが重要かなと。 そうすると、まあ皆さん多分なんだか自分で作ったレポートなのに自分で好きなように変更できなくなっていって、全く全く別のレポート、自分だけのレポートみたいなものを作り始めるんだろうと思いますので、そういったことをこう、ここでは感じて実際にやってもらおうというのがいいのかなと。で、このステップ2の2ですが、まあえっと、まあローカル活動の延長として、新たなデータですね、外部のデータっていうのを使ってみたいというふうになってほしいですと。 で、データウェアハウス上のデータっていうのをコネクティッドシートみたいなものを使って、えー、分析してみると。そうすると、なんかこれまでできなかったことが多分圧倒的にできるようになると思うので、えー、新たな可能性を見つけられると思いますと。で、同時に、新たな可能性と一緒に、残念なデータとか、なんか何言ってんのかわかんない絡むとかと出会うと思うので、そういったことから、その、いわゆるデータの整理とか、データカタログとかっていう考え方概念に、こう、 届いてほしいっていうことですね。で、そうなってくると、まあビジュアライゼーションとかデータウェアハウスへの接続をして、いわゆる残念なデータに出会っている状況から、初めてデータガバナンスとかデータイネーブルメントみたいなことに、こう我々はこうたどり着けるわけですね。なんでここで初めてデータガバナンスとかデータイネーブルメントにたどり着いてほしいと。で、えー、例えばここでは、まあルッカーみたいなものを使って、えー、セマンティックデータモデルですね。いわゆるビジネスロジックとか、 よし、もしくはデータ分析活動で皆さんが使う共通言語みたいなものをこのルッカー上で定義して、それらを皆さんと共有することでコミュニケーションのミスを減らすことができるねとか、もしくは分析の効率が上がるねってことを実際に体験していただきたいということです。ここであの、このデータガバナンスとかデータイネーブルメントみたいなものがメリットを感じられれば多分次に来るのは じゃあ、これって一体誰がこれ管理するべきなんだって話ですと。こういった、その、抽象化されたデータモデルを、の面倒見のは一体誰なんだと。で、これだから中央集権的なデータエンジニアリングチームが全てこれ作れますか多分作れないんですね。つまりデータ、ビジネスロジックを含んでるので、おそらく経理部門とか、もしくは営業部門とか、もしくは製造部門に、この指標の意味ってどういうロジックなんですかって全部聞かないといけないんですね。で、これを、 常に最新化し続けるのはおそらくすごく難しいってことに気づいてほしいですと。そうすると、このデータガバナンスの主体ってものがそもそも中央集権にあるべきじゃないっていうふうな発想に至るかもしれないと。で、至ってほしいと。そうすると、初めてデータ名詞とかデータファブリックみたいな概念にたどり着くということですと。で、ここではデータの分散管理をして、先ほど言ったようなデータのセマンティックモデルみたいなものは各部,各部門が え、責任を持って管理しつつも、散らばっているデータ、データみたいなものを、えー、っと、まあ、中央集権的なデータエンジニアリング部門が、えー、しっかりと統制がきかけられる、と統括できる。これの、えー、っと、両立っていうのも、この、いわゆる、公主のデータガバナンスということで、えー、っと、まあ、実装する、実現するということになります。<laughs> そのために存在するのが、データメッシュとかっていう考え方だったりとか、データファブリックとかっていうソリューションだということです。 でここで先ほどの図をもう一度あのご紹介しますが、まあ、いわゆるこのデータファブリックっていうのがまあやりたいことっていうのはこのデータオーナーシップを各部門に分散化した上でデータが散らばってる状態にあってもそれぞれのデータってのを一括で管理できるんだというのがこのデータファブリックのやりたいことですと。なのでデータオーナーシップは各部門が持っているんだけども全体としてのセキュリティだったりとかガバナンスっていうのを 中央集権的なチームが管理できるというのが、このデータファブリック、ステップ4でやりたいことですね。というのも、えっと、こう,いまあ、こういったような段階的なステップを持って、まあ業務を設計して、まあ少しずつ学んでいただくことで、データメッシュとかデータファブリックまでたどり着くことはできるんじゃないかと考えてますが、まあいずれにしても、これまでお話ししたような内容っていうのは、<laughs> あの、まあ、一挙には多分できないんだと思うんですね。 なので、えっと、データ活用の成熟度に合わせて、組織だったり人の整備っていうのをする必要があるかなと。で、ローカル活動機においては、まあ、データエンジニアとかデータマネージャーとか専門家みたいな人たちっていうのは、もしかするとあまり活躍のき、あの、タイミングがないかもしれないですね。その、いわゆるメンタリング活動とか指導者としての意味はあるかもしれないですけども、なかなか、えっと、その際っていうのは、まあ、現場の人たちが頑張る必要があるかなと。で、データウェアハウスの構築のタイミングでは、この専門家が頑張る必要があると。 で、最後に分散統治を実現するときには、この、これらの人々が協調して、えっと、活躍するっていう必要があるかなと思います。で、さらに、まあ、これら全体の取り組みってのを企画して支えるコミットメントっていうのも非常に重要になってくると。で、ここでは、チーフデータアナリティクスオフィサーとか、まあ、データアナリティクス、まあ、センターオブエクセレンスみたいなものをご紹介してますが、 ま、結局こういった活動っていうのはおそらく現場部門だけで完結できるような話じゃないので、え、こういった、あの、経営層からのコミットメント、上,上位層からのコミットメントっていうのが重要かなと思います。で、え、この CDAO っていうのは、ま、意思決定者であり、その、まあ、COE っていうのは実行機関であるという、この関係性を保ちながら、 全社を巻き込んでデータ分析に関するリスキリングを進めていくんだっていう、そういったコミットメントがあると、まあ、なかなか活動も進めやすいかなと思います。ということで、本セッションのまとめですが、えーまあ、不確実性を増す現代において、まあ、データドリブンな意思決定っていうのは非常に重要であるということ。で、さらに、リスキリングっていうのは現実、現状においては非常に困難であるということ。 で、そんな中でも学び中心アプローチっていうのが、まあソフトウェア開発とデータ活用の領域で広まりつつあるので、まあ我々にと、今必要なものは段階的な、まあ人の学びを中心にした業務設計じゃないかということを今日はお話をしましたと。最後にですね、えー、今日はクラウドエスの高野が登壇したということで、データ活用のお悩みはクラウドエスにご相談くださいということで、Google スプレッドシートによるデータ活用からデータウェアハウスの構築までとか、 他のデータイネーブルメント、ガバナンス、幅広く皆様の学びをご支援します。ということで、えっと、私のセッションを終わりたいと思いますと。と皆様ご,ご視聴ありがとうございました。